大家好、どうも皆さんこんにちは、やんちゃんです。この前はね、私は、中国人が日本の中華料理についてどう思うっていう動画の中で、私はね、日本に来てまだ天津飯を食べたことないって言ったから、そしたら結構ね、いろんな方からぜひ一度天津飯を食べてほしいっていう、コメントがあったので、今日はですね、中国人の私が初めて、日本の中華料理の天津飯を食べに行きます。今日はね、町中華を取るためにわざと町中華っぽい中華料理屋を探してみたんです。このメニューを見る限り、ホエコーローとかよだれ鶏とかね、ザ日本式中華みたいな感じです。ちなみに今回はですね、動画を見たりいいねしたりポイント活ができる TikTok ライトさんのご提供です。動画の後半で皆さんに詳しくご紹介します。ぜひね、最後まで見てください。友達を一人呼びました。まさきです。まさきです。なんか和風な座敷ね、日本っぽいまさきは北京の出身だよね。北京の出身です。うん、今日本に来て何年目？10年目ぐらい。10年目。今日はね、やんちゃんが初めて天津飯を食べるっていう企画をやるんだけど、天津飯食べたことある？誰が天津飯食べるんだよ、中国人でもまさきは日本に来る前に、なんか日本には天津飯っていう食べ物の存在は知ってた？アニメの中の天津飯が知ってました。あ、知ってたの？私は日本に来て初めて天津飯の存在を知った。あれ、七龍珠、あ、ドラゴンボールの中にキャラに、うん、あの天津飯というキャラがいるんですよ。あ、そうなんだ。それで知ったんだ。それで知ってる。私は本当に日本に来て中華料理屋に行って初めて天津飯の存在を知った。私も日本に来た時、天津飯の写真を見て、あの卵と片栗粉の混ざり言ってみたいな。そうそうそう。でも北京は天津に近いじゃん。近いです。天津には天津飯がないでしょ？ない、ない、ない天津飯、もう吃天津飯。日本に来て天津飯を食べようと思わない？ちょっとなんかゲロっぽい。ゲロっぽい、言い過ぎ、言い過ぎすみません、炎上しないでくださいでも確かに私も天津飯を頼もうって一度も思ったことない。ない ね, ね、なんか、大量の片栗粉をかけるのがちょっと嫌だかもしれない ね。そう、ベタベタする。なんかメニューいろいろあるんだけど、今日はね、やっぱり天津飯を食べたいから天津飯一つと、あとこれ私ずっと気になってて、中華丼食べたことある？ない、絶対ない、ないよねすいません、ちょっと名前も面白くて、そう、中華丼も食べたことないから、それも嫌だな、食べたことない。エビチリの卵バージョンもあって、なんか私は日本でエビチリもあんまり食べたことないね、実は。あ、でも大人数で中華レストランに行って誰かエビチリを頼んだら私もついでに食べるみたいな感じ。自らエビチリを注文したことないかもしれない。これは中国の卵とトマトの炒めに似てる感じ。最近ね、私この TikTok ライトにハマってる。これはね、例えばね、料理を待っている間動画を見たりいいねしたり、そしたらポイントがたまるの。あ、最近花火の動画多いよ。今年花火見た？見てないです。私もまだ見てない。まだ見てないです。いいねしよう中国で花火といったら夏じゃなくて冬じゃん。そうそうそう、冬に花火を見る。冬に花火、確かに、あの春節の頃はね、みんな花火を打ち上げる。そう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 、うんうん、で、日本だと夏って感じですよね。そうそうそう、なんか祭りをやって、確かに花火といったら夏、うん、暇つぶしにはいいよ。こう待ってる間にね、あ、来た来た、中華丼。すごいもの入ってるんですよね。え、中華丼何が入ってるんだろう。エビ、人参、タケノコ、小松菜、うん、あとキクラゲ。結構いろんな野菜が入ってて、うん、ヘルシーな感じはする。前日のご飯の凍ったやつ全部混ぜて、その上に片栗粉をかけてできたやつって感じなんか日本の中華ランチで絶対にザーサイを出して、あ、ザーサイ、ね、絶対出てくるんですよ。天津飯、すごくない？わー、すごい。これちょっとね、出た瞬間私ちょっと感動した。なんで？初めての天津丼、匂いがすごくない？人生初の天津飯。これなんか日本に来て13年目に食べた。あ、まだ食べてない、食べてない食べる。いつも見てる写真の天津飯と同じなんだ今日のセンター。あー、見て、天津飯、すごい。日本の中華のセットはね、絶対チャーサイと杏仁豆腐、卵スープ。なんでだろう
最後のこれエビチリかな、エビ卵チリ美味しそう。わー、エビプリプリしてる、うん、見た感じは、感想は日本中華って感じ、日本の中華、日本中華のイメージ。うーん、確かに確かに、匂いがすごい、なんかちょっとケチャップの匂いがする。ケチャップかな、うん、なんか天津飯食べたことないからどんな味するか分かんないね。見たことがあんまない、想像できない。これだったらまだ分かる、想像できるけど、これ、まあ、エビチリの匂い、うん、なんというか、なんか乾燥というか、やっぱり片栗粉片栗粉が多い、多い、確かに日本の中華料理は全体的に片栗粉が多い、あんかけのものが多いよね。実際に中国料理、中華料理じゃなくて、うん、中国の料理はそこまで片栗粉使ってるのがない、ない、なんかあんかけあんまりしない、しない。でも私北京にいた時、なんか北京の料理はあんかけするものが多いイメージがある。四川料理はあんまりない、正直。例えばチャオガール。ああ納得あ、ジンジャンロースとか、まあ、あんかけじゃないけど、ジンジャンをあんかけしたっけ。食材直接片栗粉をそうやってで作ってる、はい、片栗粉使うのが使うんだけど、こうみたいな、なんかもう見た目から片栗粉かけてるなって感じがあんまりない確かに。じゃあ食べようか。何から食べます。天津飯、天津飯センターから。今日センター、天津飯から。天津飯から、うん、天津飯これすごいね、どうやって作ったの。なんか卵を開けて、またご飯にかけて、最後にあんかけするかな、うん、って感じで気がするね。天津飯はね、この前調べたら発祥はね、浅草の大衆料理や。浅草の、ね、本当かなやっぱり日本発祥の中華料理。なんで天津飯で名前つけたの。わかんない、なんか中国っぽいから天津。いただきます。甘い、結構ケチャップの匂いがするんだ。うん、の味が甘酸っぱい。ここの天津飯の卵は結構ふわふわしてるけど甘い。ただ北京出身なので甘いご飯に苦手なんですよ。そうなの。多分北の人あんまり甘いのご飯が苦手なんですよ。私も四川の人、上海の方だと甘いのイメージがあるので、天津で甘いイメージがない。ないの、しょっぱいイメージ。ご飯がしょっぱい。あー、そっかそっか。でもこの卵は結構好き。うん、好き。甘いね。ケチャップ好きな人これめっちゃ好きだと思う。ね、多分天津飯もお店によって味が違うのかな。違うと思う、うん、食べたことがないけど。そうそうそう、ここまでケチャップの味がするっけ。ね、本当に初めての天津飯だから。ここの天津飯は甘酸っぱい感じ。天津の方は日本に来た時ぜひ一度食べてほしい。ね、天津の人に食べさせたいはい、次はね、中華丼食べてみます。中華丼は多分甘くないんだろう。甘くはない気がする、ね、うん、甘くなさそうな見た目してる。我觉得好好笑。中国人が中華料理を食べるときこんな、なんか、え、何なんだろうみたいな。衛生中国人みたい。このあんかけの感じがすごいな。わお、とろとろ。エビ、人参、小松菜。うん、ヘルシーヘルシー。食べてみます。なるほど。そういうコメント醤油の味が濃いですよ。なるほどでしょ。なるほどと言えないですよね。そうだね、なるほどってしか言えないなるほどって感じ。醤油味がベースで、うん、ちょっととろみのあるあんかけ、うん、とろみあるの、といろんな野菜のなんか炒め、うん、家庭の味します。する、うん、ちょっとね、中国の食堂の味がする。あ、わかる。あーでしょ、食堂の大学とか大学の食堂って出そう。そう大学の食堂、なんか毎日適当になんか野菜とか豚肉作ってるやつ。そう炒め、なんかこの味に近い、うん、多分中国の食堂出してるのがあんかけないバージョン。あんかけない。そう、なんかとにかく栄養バランスを考えていろんな野菜を入れて炒めて出してね。これ普通に家で作るのも難しくはない。そう家でも作れる味。
でも中国のレストランでこういう味の料理はあんまりないよね。そう、これ出したら誰が食べるんだよ怒られるだけよでもなんかすごい懐かしい味はする。家に大人がいなくて自分で頑張って作ってた料理って感じですね。とりあえず冷蔵庫にある素材全部混ぜて醤油を入れて炒めて。悪くはないけど、うん、私は絶対頼まない日本のレストランに行ったらいつも思うのは野菜が少ないなって思う。うんうんうん、でしょ。特になんか日本の定食、まあ、大体魚とか唐揚げでこのぐらいのミニサラダが隣についててそれでもう野菜は終わり。でもなんかこういう中華丼の方は野菜がいっぱい入って種類もいっぱいです、ね、なんか体に良さそう卵スープ味見をしてみる、うんうん、日本のスープは美味しそう。日本の卵スープ本当にさ、うん、半揚げそうそうそう、とろみがね、とろみ、うん、まあ美味しい。お、これ美味しそうじゃん。ねえ、美味しそう。いただきます。いただきます。甘い甘い。うん、この天津飯ほど甘くない。うん、それは甘い。止まない中華丼の方が好きかも。中華丼の方が好き。そうなんだ、うん、で甘いものはあんまり、あ、なんか苦手。個人の好みなので、これうまいか美味しいか、あの、うまくないか関係なくて、うん、個人の好みで。うん、甘いご飯基本的に私嫌いなので、あ、個人の好みですね。わかるわかる。私もなんか上海に行く前にご飯に甘いものは絶対無理だった、うん、で上海に行って最初はね、上海の食堂とか行ったら食堂の料理は普通に甘かったの。甘い。それで全然食べれなくって、毎日ね、あの外のデリバリーの料理を頼んで、なんかいつもああいうジャンクフードを食べたら多分ね、あの1年で5キロ太ったもうで、日本に来て日本の料理はさらに甘い。甘い。最初は九州だったから九州もっと甘くて、醤油も甘いし。そうそうそう。でその九州の料理に慣れたら、今はね逆になんかこういう甘い、ちょっと甘い感じのご飯も食べれるようになった。私まだ無理です。まだ無理。味付けの甘いはちょっと無理。もしお昼で中華料理屋で一緒に食べようって同僚に言われたら、うん、多分麻婆豆腐頼みます。じゃあもしこのメニューの中だったらまさきはどれを頼みたい？回鍋肉。回鍋肉。ああ、私はねこういうなんか町中華あんまり行かないけど、もし行くだったらなんか絶対四川料理頼まない逆に。あ、で四川人だから味が厳しい。そうそうそう。そう、なんか四川料理の味に厳しいから、逆に四川料理は絶対頼まない。東北料理頼みますね。うん、あとあんかけちょっと苦手かも私が。あ、私もちょっと苦手。今日あんかけしかないやん。うんめっちゃ文句言ってるやめなさいよ、叩かれるんですよこれいや、あの、あんかけ悪いとか言ってないんですよ。うんうんうん、個人の好み、ね、私が悪いです料理が悪くない。料理は罪がない、私が罪なんです何？エンタメの仕事してるからこういうすごいこういう発言で面白い。めちゃめちゃ注意してるんです。さすが。ではここでね、TikTok ライトの話を皆さんに紹介します。この TikTok ライトはさっきね、私は料理待ってる間にこう動画見たりいいねしたりポイントが貯まるアプリです。うん、たまたま運動はどうするんですか？電子マネーとか、あと QR 決済のポイントに交換できる。本当に？うんうん、そうそう。え、どうやってやるんですか？ね、それはまず皆さんは、概要欄のリンクで、TikTok ライトをダウンロードして、そしてアカウント登録します。アカウントを持ってれば自動連携ができますね。へ、うん、あとはね、友達を招待するとなんかポイントももらえる。今ね、まさきを招待する。はい、ダウンした。うん、ダウンした、うん、じゃあ次はね、皆さんに機能を説明しますね。その日のポイントが随時アップデートされるからチェックしてみてね、うん、どこで獲得したポイントわかる？一番下の真ん中のアイコンをタップしたら今貯まったポイントとか、あとタスクを随時にチェックできる。うん、そう。ね、さっきまさきを招待
対したから、まさきの方はポイント今反映されるはず。あ、反映した。あったあった。私もあった。そう、こうやって毎日隙間時間を利用して動画を見ていいねしたりだけでポイントが貯まるから結構お得だよ。そして8月17日から25日の間、課金ポイントブンブン祭が開催中です。総計16億円のポイント山分けと通常タスクによるポイントも増加中です。しかもキャンペーン中、友達を1人招待すると5000分のポイントももらえます。5000分、欲しい。招待して。あ、貯めたポイントはどうすればいい？あ、貯めたポイントはなんかペイペイのポイントや電子決済のポイントと交換できます。私はね、この前貯めた2500ポイントをウサギの餌の貸しにした。可愛い、使い方が可愛い。そう、ウサギの餌代は3、4000円ぐらいする。そう、私ももらって、うちの猫ちゃんの餌を。猫、そうそうそう、いいじゃん。では気になる方はね、ぜひ下の概要欄を詳細チェックして、キャンペーン期間中にぜひダウンロードしてくださいね。あと TikTok ライトはね、 X の公式アカウントもあります。なんかそういうお得な情報結構ありますので、皆さんぜひフォローしてみてください。まさき、今日初めて天津飯と中華丼食べた感想はと。うまいとかうまくないとか多分関係なくて、単純に自分の好みではないって感じだし、多分誰かに中華料理屋に誘われたら多分絶対注文しないと思います。、はい、自分的に今日一番美味しいのがザーサイです。ザーサイ全部食べました。ザーサイ美味しかったです。うん、もし中国人が私の前でこの3つの丼を頼んだら、多分私絶対にびっくりする。はって顔、ああびっくりする。びっくりします。うん、なんで？うん、でも天津飯も多分中華丼も日本人が発明した中華料理じゃないですか。うん、その日本人の口に合うような味付けとか、まあその調理法で作ったから、日本の方がこう喜んで食べるのが一番、まあいいんじゃないですかね。いいだと思いますし、うんうん、まあなんか私も前回中国に帰って中国の日本料理屋に行ったらね、ひどかったの。ああ、なるほど。うん、唐辛子バンバン入ってる。だからその現地の人の口に合うような料理は一番です。はい。以上、今日の感想でした。天哪、ジュエルも感謝する。めっちゃ笑った。なんかこのお店を出た後にスタッフさんが、今日何の撮影でしたかって聞かれて、なあ、そう、初めて中国で、ね、天津飯を食べたリアクションみたいな企画。そしたら、あの店員さんはね、中国人は誰が天津丼食べるのみたいな店員さんから言ったの。めっちゃ笑った。何食べるんですか？誰も頼まないよ。なんでそんなもの食べるんですか？めっちゃ気が荒れて、店員の中国人もそういうこと言った。マジで笑った。なんかさっきね、お店の中で控えめに言ったんだけど、そう、店員さんスタッフも隣にいるから、もし聞かれたら気まずいんじゃないかなってちょっと心配しながら言ったんだけど、出たら店員さんも誰か頼む。言った。しかもすごいでかい声で言うとか、大丈夫、これ大丈夫なんですか？そうそうそう、あ、マジで笑った。はい、ということで今日の動画は、中国人が初めて天津飯を食べて感想は、うん、多分不会再点第二次。絶対にもう絶対多分人生でこれ天津飯食べたのが最後です。もしこれから、はい、何の企画とかで天津飯食べさせられたら、ちょっと1万円をいただきます。はい、ギャラとして。ちなみに今日行ったあの中華レストランはね、夜はめちゃくちゃ美味しいです。美味しいです。皆さんよかったらぜひね行ってみてください。はい。では今日の動画はここまでにしたいと思います。皆さん、バイバイ。